赤コーナーより豊田真奈美選手の入場です。いきなり試合始まっちゃいましたね。アジャの奇襲ですね。そんな予感でしたよね、本当に。先に進んでください。危ない、下がってください。どういうことなんでしょうね。まあ、豊田選手は先ほどの試合に続いて2試合連続ですから、はい、やはりスタミナに不安ありますから、おそらくアジャ短期決戦をね、狙ってるんじゃないかな。危ない、下がってください。人さん、先ほどから水着着替えてきましたよね、多分。そうですね。入場式の時は黒で、第1回目の試合で白パンで、他に今日かけてるかという聞き込みが。アジャコム選手はさりげなくおしゃれですよね。そうですよね。このカウントアウトなし。トヨタなんですけど、この決勝戦の前に10分間のインターバルあったんですけど、その間も休まないでずっと下で控えてたんですね。なんせ帰って変に休んじゃうと今度疲れてる、そういうことなんでしょうね、だからなんか本人曰くも早くやってくないかなって怒ってるんですよ。なんか体力的には全然休まないもいいですか、はい、そうですよね。あ、今やっとボムです。試合開始でございます。この両者はジャパングランプリ開幕の一戦、後楽園でもって当たってましたよね。はい、ありましたね。ビデオにもなりましたけど、名イベントでやりました。アジャの雪崩式の水車落としですか、はい、を回転エビで返した森田が、その時はホール勝ちしてるわけですよね。はい、あれはやっぱり今回のリーグ戦の中でも一番印象に残る試合だと思うんですよね。はい、おまあ、先ほど小川さんからはアジャ対バットという大阪府立第2での試合を挙げてましたけど、まあ、僕なんかやっぱりこのカードが一番印象残ってますね。やっぱりちょっと疲れてますね、今のなんか見ると、正確さを欠いてきたといいますか。疲れてくると雑になっちゃうんですよね、技が。なりますね、それはありますね。それは集中力が落ちちゃうということですか。そうですね、あと思うように体が動かない、動かない、重くなってきちゃう。頭で考えてることの反応がどうしても鈍くなっちゃう。鈍くなっちゃう。なるほど。アジャ選手の場合は2試合前の試合を行ってますから、うん、インターバルは十分というか、そうですね、また仕切り直しって感じですよね。そうですね。うわ、いや、このアジャのだけまだ体重が乗ってるんだ。これ一発でも十分ホールね、取れますよね。いっちゃいますね。先ほどの山田戦も含めてそうなんですが、今日のアジア選手はかなり荒っぽいですね、最初から。そうですね、本当勝ちにいってますよね。あ、勝ちにいってる、あ、なるほど。でもアジアとしたらこの大会というかこの機会を逃したらという気持ちも強いでしょうね。意外とシングルの舞台では、勲章がないんですよね。優勝ないんですよね、アジア選手は今。あ、そうですか。帰って、だからこの大会はやっぱり逃すものかという気持ちが強いんじゃないですか。いろんな意味で戦いの中心にはいるんだけれども、大会の優勝っていうのはしてないんですよね。そうなんですね。すごいかもしれないですね。逆にでもトヨタが勝てばこれ前人未到の2連覇ですから。なるほど。まあ、決勝戦60分一本勝負になってるんで、まあ、時間はたっぷりあるというところでしょうけど、60分って言われたらかえって選手は嫌ですよね。でもお互い早く決着つけようと思ってるんじゃないですかね。まあ、そうでしょうね。この腕で締められたら大変ですよ。もう技一つ一つが重いんですよ。なるほど。何もよくないフェイスロックとかでもね、実はすごい効いちゃってるっていうの、後ろから追いかぶされるだけでもなんかもう恐怖という感じがしますけど、なんかエルボーというのはなんか体が起こってくるというね。
今日はラフで来ているような感じもするんですけれども、はい、先ほどの山田選手の最後のシーンなんか見ると大技の後にさらにトップロープに乗ってエルボー落としますよね。入ってますよやっぱり、なんていうか身長は身長なんですよね。そういうふうにラフで出て自分のペースに持ち込んで最後にはきっちりと決めるっていう最後きっちりしてますよね。考えてますよ本当。でもトヨタさんも打たれ強いですからね。打たれ強いですか。強くないですか。見た目よりもっていうか自分も打たれ強いかな。でもどこにこの体にどこにそんなパワーがあるのって感じですよね。また膝当てしてない選手って怖いですよね見てると。怖いです、自分も膝一回やってますからすごい怖いですよ。膝怖いですかやっぱり。怖いです。もうちょっとフロアっていうか下にぶつけ床にぶつけただけで、膝なんか隅ですからね。危ない技する割にあんまりそんなに故障はないですね豊田選手は。そうですよね。受け身がうまいっていうか体も柔らかいのもあるし。でも床に落っこっていく技受け身も減ったくれもないですよねやっぱり。ある人が言ったんですけど集中力がすごいから怪我をしないんだっていうふうに言ってましたね。でも持って生まれた肉体的なものも大きいんじゃないですかやっぱり。しなやかなんですよね、なんていうか、まあ、変な言い方だけど都会人とは違うっていうかなんかそういうたくましさをこの人にすごく感じるんですよ。レスラーって結構それ大切じゃないですか。なんか5分経過5分経過。でもアジアの方が都会人なんですよね。アジアってすごい都会人ですよね。